ここであのメンバーの皆さんにとってのですね、ルナシーの過去のたくさんのライブを思い出していただいて、例えば一番緊張したライブはどれだったかななんてことを思い出してみていただきたいんですけど、皆さんいかがですか。一番緊張したライブ、俺あんま緊張しないんだよね。あ、そうですか。うん、だからあのあんま緊張した覚えはないんだけど、ただでもあの気合入りすぎちゃって、はい、力入っちゃって、はい、もう1曲目から腕痛いみたいなそんな、そういう演奏あるかな。それ大体どのライブ。いや、もう節目節目のライブは。シンハさんどうですか。あれね、そうですね、まあ全然違って毎回こう結構緊張しいだね、はいはいはい、うん、一番緊張したのはね、インディーズの頃の一番初めて出た6名間かの覚え、鮮明に覚えてるの、うん、もうあまりにも、まあ、変な話ね、あまりにもお腹が痛くてリュウちゃんちの実家に一回トイレ借りたの、行く前、行く前ね、うん、ぐらい緊張したんでね、緊張のせいでお腹が、そうです、ライブ中は大丈夫そうです始まったらもう、いやもう始まったら早くて大丈夫。この5人の中では一番緊張しいなのは深夜さんなんですかね。どうなんだろうね、いやそう見えないけどね、うん、全然見えない、全く見えない。まあ全然違う曲とかもやってるよそれそれ京都じゃん、スポーツバレミューがプレッシャーって言ってるのに深夜入んないんですよ、うん、あれってたっけりシェードだと思ってていきなりずたずた一人で叩き始めたんだけどいきなり追尾と叩かれると誰も入らない結局入らない結局止まったねびっくりしたこっちです、びっくりした見間違えた。いやでもみんな乗っかってなかったから無傷だった。まあ多分こっちこっちなんか勢いあるドラマなんだと思われて確かに確かに。ちょ言い訳させて、ね、別室にいたのよアンコール待ちの時はいはいはい、でアンコール何の曲やるかっていうのをそこで話しらけてそのままそのまま聖地じゃったなんか勘で精度高い、そう勘で精度高い、勘で精度高い、誰も入ってゆうちゃんのプラシャースのがシャーンあーシェルトもやりたい精度か俺入んねえでもギターが入んないからそうそうそう、何言ってんすよドラムから入る、でもドラムから仮に入っても何拍目が全く誰も入れないわかんないからね、そもそもドラム始まるじゃんなるほど、それが京都であった京都フォーバレー、それ四つのフォーバレー懐かしい美しい恋の物語ですね。なるほど、恋じゃなかった、止まりました。